さん、いつも応援ありがとうございます。アーサー・ホーランです。今日は妙高高原の近くにある風間神社で講演会頼まれまして、今そこからメッセージを送っております。今日は、秋田から約4時間5時間ですかね、400キロぐらい雨の中、土砂降りの雨の中走って、滑り込みセーフで、まあセーフっていうか彼ら待っててくれて、そしてメッセージ今終わったところです。もうなんかバトルロイヤルみたいな、休む暇もなく、雨びっしょ濡れになって、浄化されながらこの場所にスライドインして、自然界のメッセージを皆さんに伝えました。大地は万感の書物より人間について多く教えてくれる、アントワン・サンクトクジュベリーの言葉ですけど、自然界は私たちに、自分がどこから来てどこに行くのか、何のために生きているのかということを感じさせてくれる、また気づかせてくれる、そういう場所なんだよとサンクトクジュベリーが言っています。ぜひぜひ皆さん、バイブル、聖書、あなたは愛してやまないジーズスがいるということを語っているその聖書に触れて、ますます心豊かにしてください。 Thank you very much. アーサーでした。